できないかな。できないな、これ。川の流れがちょっと激しい。先行くか。あっちの方が良さそうだな。ちょっと流れ速いな、俺には。別のとこ行こう。まあでもこんな感じです。泳ぐのは全然よ。いっぱいね、このトンボがいるんだよ。このトンボが、このね、綺麗なトンボ
自然、本当自然がさ、なんていうの、結構綺麗なとこじゃないといないんだよね、このトンボ。なんだっけ、なんだっけな、なんかネットで見たんだよな。痛っ。とりあえず椅子出すか。中入りたいな。入りたい。ちょっと浅いとこ。よいしょ。あ、ここだ、ここだ。気持ちいい、気持ちいいぞ。なんか起きた。気持ちいい。いや、もう30度超えだからね。さっき34度って書いてあったかな、道路の標識に。なんだっけ、 YouTube で見たんやけどな、先端立てるやつ。むずい。まずは真ん中に足を持ってきて、で中央で後ろ中心のところで横にスライドして、カニ歩き。無理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 。この横でさえちょっと結構きついな。
から持ってきた水乾杯しまーす。なる。はい、入れます。ああ、うまい。めちゃめちゃ便利、電動エアポンプ。ペコンペコになります。ペコンペコに。あの本当、ちゃんと吸ってくれるんで、なんだっけ、押し入れのあのお布団のやつと同じ感じ？感じがある。わかるかな。ペコンペコになってた。なんだ、ほんと使い方よう分かってきたよ。ほんとこれ安いと思うよ。これ2万円以内で買えたんだもん。1キッパー
エアポンプついて、で帰ったら軽トラの荷台で干します。これ以上不安やろ。